福山雅治さんね、家族人だというね、フランスに聞いたまま言うと忘れてたね。100年経っても好きでいてね、みんなの前で困らせたり、それでも一人で笑ってくれて、選んでくれてありがとう。どれほど深く信じ合っても、わからないこともあるでしょう。その孤独と寄り添い生きることが愛するということかもしれないから、いつかお父さんみたいに大きな背中で、いつかお母さんみたいに静かな優しさで、どんなことも越えてゆける家族になろうよ。小さな頃は体が弱くて、すぐに泣いて甘えてたの。いつも自分のことばかり精いっぱいで、親孝行なんてできてないけど、私はそれほど変われないと知っても、一歩ずつ与えられる人から、与える人へ変わって受けたなら、いつかお兄ちゃんみたいに無口な強さで、おばあちゃんみたいに可愛い笑顔で、あなたなら生きてゆける、そんな二人になろうよ。いつかあなたの笑顔によく似た男のこと、いつか私と同じ泣き虫な女のこと、どんなことも越えてゆける家族になろうよ。あなたとなら覚えないですよね。せっかくだから覚えようということで、でじゃらじゃらじゃらやったよね。